シギンの魅力を発信するシギンチャンネル おはようございます。こんばんは。しぎんチャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩ん歴20年以上の私ヘイヘイによる詩んというとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方について分かりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えーまあ、娘の方はですね、この間、えー、予防接種を打ってきて今日はちょっと、えー、発熱があってですね、えー、なかなかあ僕も奥さんもドキドキしながら、あーそう微妙にちょっと最近お互いストレスが溜まっている。 えー、そんな状態なんですけれどもまああのあれですね。えー 赤ちゃんが、え、思いっきりうんちをしたら、え、なんかあの、夫婦喧嘩とかどうでもよくなってきます。え、これはちょっと一つ、僕の中で発見だなというか、真理だなって勝手に思ったんですよね。え、どんだけお互いがイライラしていればですね、え、もうあの、食事中だと申し訳ないんですけど、赤ちゃんが急にニコーっとしながら、ブリブリと、おしだ、しだしたらですね、もうそんなこと言ってられないんですよね。もう僕も奥さんも、え、協力して、え、僕が娘をすぐ、え、縦に抱っこしながら、で、奥さん、 がすぐにペットシーツとかをです、ね、台に乗っけてで袋とか、えー、おむつシートとかでいろいろ用意してで、えー、服を「うわ服が汚れてる!」とか、えー「じゃあ服を脱いでよ!」とかですねなんかものすごい連携がもう喧嘩とか関係なしに、えー、強制的に始まるんで、えー、そのイベントを終えると、まあ、結構お互いのイライラが一段落してるという、えー、この赤ちゃんの、えー、うんちの素晴らしい効果たるやと。<laughs> そうですね。<laughs> というところです。では、えー、今日本題の方を移りますけれども、詩、え、銀、ー、における女子、女子の銀字方あ、まあ、気をつけるべきポイントみたいな、そんな内容で話していきたいかなと思います。えー、こちらもですね、あの、質問をいただきました。えー、と、えー、こちら、あ、どこで言ったわけそうですね、農、えー、さんからですね、農、えー、様いつもありがとうございます。えー 以下は質問です。えー、ためについて教えてください。えー、塾と女子の間にですね、一瞬の間を入れると良いと指導されました。あ、録音して聞いてみると、資源らしさが増しているようにも思います。えー、0. 何秒くらいが良いのか、えー、まあ、ためを作るものはないのかとかですね。えー、まあ、そういった内容がございますと。おまあ、あのー、この質問からですね、僕はまあ、今日は女子について、えー、語ろうかなと思いました。 女子っていうのは、あの、助けるしと書いて、女子ですねな、手におはですね、えー、何々にとか、何々のとか、えー、何々おとかですね、えー、ここら辺、ここら辺の銀字方あ、そう、ものすごく、えー、地味な、あもう縁の下の力持ち的な、本当に火の当たらないような場所ではあるんですけれども、 まあ、だからこそですね、えー、銀歴が高ければ高い人ほど、えー、この女子をすごく丁寧に扱っているなという印象があります。えー、僕はというとですね、まだまだペイペイではあるんですけれども、まあ、えー、僕の意識しているところをなんとか言語化して、えー、頑張って話していきたいと思います。どうかお付き合いください。さて、えー、この、 女子をどう銀じるかなんですけれども、えー、まあ今ちょっと質問にありましたように、こんな何秒、えー、女子の前にとかですね、入れたらよいのかとか、そういう答えは、えー、僕の中ではありません。えー、統一的なものはないと思うんですね。それはなぜかというと、えー、何々をとか、えー、何々にとかですね、えー、その、前、その手前にどんな言葉がつくかどうかでですね、えー、あとはどういう、 節回しで、えー、吟じていくところなのかによってもですね、えー、結構変わってくるんですよ。じゃあもう、どないすればいいんやんというところなんですけれども、そう、えー、僕が意識している、まあ本質的なところはですね、えー、まず、熟語と助詞が、えー、一体化しないように、えー、するんですね。えー、そう、助詞が完全にもうあの、うん、 一つに、えー、くっついてしまわないようにはしております。女子は女子なんだと。聞いている人にとってですね、ああ、ここに何々にって言ったんだなという、わかるように、えー、そういうふうに銀じるということですね。あくまで聞いている人の視点ではあるんですけれども、うん。そんなところですかね。うん。そう。 あくまでそこですね。そこがどう聞こえているかどうかによります。なぜこんな話をするかというとですね。まあ、あの、川中島を例に行きましょうか。えー 弁性粛祝、夜、川を、川をですね。夜、川を、川を、渡る、暁に見る、先輩の、先輩の、えー、こんなところで、えー、川をとか、暁にとか、先輩のっていうふうに今出てきたんですけれども、 えー、この辺はですね、えー、赤にだけ結構あの気をつけて言っているところはありますけれども、えー、川をっていうのは、あまり深くは気にしていないんですね。えー、っと、川を、えー、この場合アクセントはですね、か、わ、おで、和だけが高い、なかなかのアクセントになります。なので、アクセントさえ丁寧にやっていればですね、えー、このおの手前に小さい間とかを設ける必要はなくなってきます。でえー、っと、 あとは、先輩の、先輩の、ここら辺もですね、先輩の、先輩の、ここはアクセントずっとあの、つながっているんですけれども、え、先輩の、言ってみればわかるんですけれど、のって言っただけでですね、こののっていう言葉がの、くっきりと浮かび上がるんですよね。そう。で、一方ですね、さらに天空の方行きましょう。いこんなに十年一見を磨き、ここですね。 一見を、一見を、えー、ここ、ここはですね、をは、今、だいぶ適当にやったんで、本来は、一見ーというふうにやります。何がさっき違うんじゃ、というところなんですけど、さっきは、一見ーというふうに禁じるのか、一見ーというふうに禁じるか。これ、あの、違い、伝わりますでしょうか。この場合はですね、一見を、この、 手前にうがあった場合にですね、おっていうのがものすごくあの、もう一緒に融合しちゃうんですぐっくっついちゃうんですよね。べちゃっと。くっつ、くっついちゃうんです <laughs>、えー、そうなると、一見を、一見をっていう風に、 あれおって言ってるのかなよくわからないなっていう風になるんですよ。えー、伸ばしてきたらおって聞こえるけれども、そもそもおっていう言葉が最初によくわからないなという風になりがちなので、えー、この場合は、えー、一見の後に小さい間を設けてですね、おを言い直すような形にしております。うん。えー、今日やばいな。 説明がだいぶ長くなりそうな。えー、最後ですね、流星皇帝、長大王。えー、ここもですね、長大王。えー、ここも、えー、雑にやると、長大王。という風になるんですけれども、えー、これじゃよくないんですね。長大王。え、大王。大ってくっついちゃうんで、長大王。一数という風に、を言い直す、う、えー、ようにしています。 こういうふうにですね、この一つの中で、あの一つの詩文の中で、えー、助詞がいっぱい入ってくるわけなんですけれども、手前にどんな言葉が入っているのか、えー、どんなアクセントなのか、実際に口にしてみてですね、えー、潰れやすいのかどうか、えー、ここを理解した上で、この助詞は丁寧に吟じた方が良いのか、あー、アクセントだけ、 丁寧にやれば良いのか。あで、えー、手前に小さな間を設けた方が良いのか。た、え、い、ー、まあそこら辺をですね、えー、気にしていくということになります。なので、えー、まあ一概に言えないと <laughs> いう結論になりますね、うん。全部が全部、本当にあの手前に間を設ける必要はないです。えー そう、聞いている人にとって自然な伝わり方なのか、言葉が潰れていないのか、間違って伝わっていないのか、うんですね。大、え、体、ー、いいそこら辺がカバーできていればあいいかなと思います。あとはあの、死銀の大会で、えー の視点で考えますと、えー、まあ、あの、審査する先生は大ベテランですから、デイベテランですからね、えー、あの、この自分の場合、ここの女子が一番潰れやすそうだわっていうのを大体把握してるんですよ。よくわかってるんですよね。なので、えー、そこをより明確に、えー、ちゃんとこの女子を言ってますよ、というふうに、あの、主張するほどに、えー、やらないといけないとか、まあ、そういう場合もあります。ただ、やはりですね、一通り、 うん、自分で、えー、素読をしてみて、えー、そして、えー、まあ何回か、吟じてみると、吟じてみてですね。まぁ、あ、吟じてすぐ、まあ、分かればそれはそれで良いですけれども、分からない場合は、えー、実際に録音して聞いてみて、あれここでお、おって言ってるかなとか。 一って言って、あにって言ってるかなとか、えー、よく聞こえないなと思ったら、えー、それはやはりあの、もう少し強調すべきところなんですね。潰れないように強調すべき。あくまで、えー、そこに声量を強くしろとか、あそういう話ではないんですね。えー、夜川を渡るとか言わないですからね。<laughs> えー、あくまで、えー、言葉が潰れないように、相手に正確に伝わるように、えー、そのために必要なことをしていくと。そのうちの手段の一つが、えー、まあ、小さな、 え、間を設ける。もしくは、アクセントを明瞭にする。口をしっかり動かす。え、言い直すとかですね。え、大体そういうところになり、なるかなと思います。まあ、本当に超音が一番難しいですね。えー、超だ、超だおじゃないですね。えー、なんかあるかななんかないかな <laughs> えー、君を思う、思う。いやー、微妙だな。あ、すいません。今出てこないですね。<laughs> えー、 このように、えー、ま、に関してはですね、えー、まあ、女子をいかに丁寧に扱うかはもう聞こえている側の視点で立つというのがあ、僕としては一番いいのかなというところです。えー、まあ、参考になりましたら幸いです。では、えー、後半の方ですね、後半銀じていきたいと思います。えー、こちらもですね、えー、その農さんから、えー、リクエストいただきました。えー、かすがさん、解雇 ですね。まあ特にあのー、バンカに閉ざされとか、えー、大揺りとか、まあそこら辺のため、えー、を気にされているというところなので、えー、うん。ちょっと僕なりに女子に気をつけて、えー、現時ていきたいかなと思います。えー、ではまず四文からですね。春日さん解雇、大月バンケイ。春日さんとバンカに閉ざされ。下流、稲泣き病んで、メイあり。 暴れむ君が一人脳州の月を伏して平安場外の花をエイゼざりしよう,うんそうですね万華に、うん、一番気になるのは怖いのは花を花をかな口をしっかりと早く動かさないといけないですねうん月、うん、そうですねそこら辺かなというところですええいちごの 春日さんは虚しく万華、えー、で閉ざされていて、往年の春目かなの鳴き声も今は聞くよしもなく、ただただ、えー、カラスが鳴くばかりであると。上杉謙信が全国制覇を志して能登まで遠征し、その月に一死を伏した者の,の天下を平定して平安城下の花をえいずるの諸子を果たすことができなかったのは誠に残念なことであった。ですね。 えー、では、えー、こちらを吟じていきたいと思います春日 「いののきやんで」ナナ。 ししたたでしょうかか、えー、参考になったかなっ人脳臭の,の月「月夜」「月夜」もやっぱちょっと難しい「月夜」「月夜」「うんちょっと今微妙だったかもしれません」「月夜」という風にやった方が綺麗だったような気がしますねえー、で花を「女がいの」「花を」花「花を、うん」ただこれはほんとやりすぎやりすぎてですねえー、助詞を気をつけるあまりえー、文章としてあまりになんか違和感が。 出てきたらまあそれもおかしな話なんですよねなのでまあそこやりすぎないけれども助詞は潰れない、えー、本当このバランスが難しいなというところですちなみにこれ最後の「エイゼザリシオ」この「オ」って最後の「オ」って助詞なんでしょうかねいやきっとそう「エイゼザリシオ」うん、でもここの「オ」えー おうだけを強調するのも微妙だから、ここは流れるようにやっていいような気がしますよね。イーズザリシオザリシオザリシオうん。うん。やっぱ、滑らかにつなげていいような、うん、気がします。 <laughs> えー、というところで、えー、僕もあまり普段ここまで女子、えー、について詳しく考えてはいないんですけれども、えー、頑張って言語化してみました。<laughs> 参考になりましたら幸いです。えー、いつもあのー、コメントやリクエスト本当にありがとうございます。 そうですね。えー、ちょっとあの、最近僕もちょっと疲れていたんで、あのー、コメントを毎日返している時もあれば、えー、2日とか3日に1回の、おにまとめて返す時もあるんですけれども、えー、本当にあの、すべてのコメントはもう、来た瞬間に僕読ませてもらって、いや嬉しいなとか、思いながら読ませていただいております。うん本当にいつもありがとうございます。 あ他にもですね、そのコメントしない方もですね、えー、もう全然もう何のコメントをしてもらってもいいんです。詩金って何なんですかみたいな、そんな質問でも僕はもう全く構わないので、えー、ぜひぜひ、えー、コメントも感想もお寄せください。 そこだえー、あとは大体こんなところかな。あ、そうだそうだ。えー、一つ、えー、最ン最後、えー、今日ご紹介して間に合うのかな間に合わないかもしれないな。えー、僕の、えー、出版している、えー、自分の恋に自信が持てる本当の腹式呼吸。えー、こちら。 ま、キンドルアンリミテッドの、そのキンドルの読み放題でも読めるんですけれども、その確か今日までですね、今日までにその読み放題に申し込んでおけば、3ヶ月間が本来なら毎月980円なのが、毎月99円で3ヶ月間を体験できるという素晴らしいまあ期間なんで、この動画を見て、もし間に合う方がいればですね、キンドルアンリミテッドの申し込みリンクを、えー 概要欄とかに貼っておきますんで、えー、そう、12月1日になる前に、えー、とりあえず、権利だけでもですね、申し込みだけでも、えー、さっさと進めておけば、えー、本当にあの、いろんな本が読み放題なんで、えー、まあ,あの、タブレットなり、スマホなりで、ねえー、大体、いろんな本が本当に読みます。僕も、 うん、もうのない人生は々困りますね、えー、やっぱりすぐ本を買って、えー、読めると、えー、まあ買わなくてもあこれ読み放題なんだなってなったらもうすぐダウンロードして無料で読めるというところがありますんでそう、えー、今日まで KindleUnlimited の、えー、特別サービス期間が確かそこら辺なんで、えー、良ければ、えー それで登録して、そして、えー、福祉局呼吸で調べたら僕の本が出てくるんで、えー、それでまああの、そこから無料で僕の本をダウンロードして読むとこういうところもできますんで、ぜひぜひおすすめしたいと思います。<laughs> ではでは、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ